さて今回は中学校の地理の勉強でよく出てくる約60の国の名前と場所、これをね一気にこの動画で確認していこうと思います。まず動画の前半では中でも大事な約20の国をいろんなランキングを見ながら一気に確認をしていきます。そして動画の後半では残り約40の国をそれぞれの地域ごとにね見ていこうと思います。そして見ていく前に最初に知っておいてほしいことを2つ紹介していこうと思うんですね。まず1つ目、実はね中学校の勉強で覚えるべき国のリストというのは実は存在しません。ですから今回60の国を紹介しますが、学校の勉強で出てこない可能性もあるし、その逆ですよね。学校の勉強では出てきたけど今回のこの動画には出てこない、そういう国も実はあったりするんです。まあ一応ね決まり事としては世界に約200の国あるんですけど、まあその200のうちだいたい4分の1から3分の1ぐらいをね中学校の地理の勉強の中で扱うようにしましょうという、まあこういうルールだけあってね、それ以上の細かなリストというのはないということなんですね。ですから今回この動画で扱う60の国さえ知っていればもう全て OK ですよというわけではありません。今後ね地理の勉強していて知らない国が出てきたらもう一個一個ね調べていく、その場で覚えていくというのが、まあ、一番効率的なね勉強かなというふうに思いますから、ぜひ積極的に、まあ、いろんな国の名前とか場所とかこういうのを一個一個覚えていくんだと、そういう意識をぜひ持っておいてほしいなと思います。それから2つ目、中学校地理の勉強していく中で実はね国の名前を知っているだけではちょっと足りないですね。結構中学校それから高校に入ってくると、まあ、国の名前はもちろん大事なんですけど、その国はね世界地図で言うとどのあたりにあるのかとか、どういう形をしているのか、このレベルでね求められますから、ただ単純に名前を暗記するだけじゃなくてね位置とか形とか大きさ、こういったものにもね意識を配りながら勉強をしてみてください。まあ、早速国を見ていきましょう。まず前半、地理の勉強してたらもう何度も出てくるニュースとかでも多く扱われる国約20個をいくつかのランキングを見ながらね紹介していこうと思います。まず1つ目は面積の大きい国ですね。まあありがちなランキングなんですけど、ベスト8ぐらいまではね非常に有名ですから覚えておくようにしましょう。ということでランキングはこちら、ロシア、カナダ、アメリカ、中国、ブラジル、オーストラリア、インド、アルゼンチンと、まあこういう順番になっているんですね。1つ、まあ、中国ね、正式には中華人民共和国というふうに言います。まあ、一般的にはね、中国と呼びますし、それで通じるわけなんですけど、まあ、一応地理の勉強なのでね、この正式な名前、中華人民共和国というのは、しっかりと言えるようにしておきましょう。それから日本はランキングにはまあ入っていませんね。日本は世界で61位です。まあ、上位3分の1ぐらいというふうに知っておけばいいかなと思います。じゃあ早速、この8カ国のね、位置を地図を見ながら確認していきましょう。はい、ということで、世界地図色をつけていきます。順番に行きます。1位のロシア、ロシア連邦ですね。それから2位カナダ、3位アメリカ合衆国、4位中国、5位ブラジル、6位オーストラリア、7位インド、8位アルゼンチンと、こういう位置関係ですね。でまあこの8カ国のね覚え方ないんですかというふうに今聞かれたりします。でこれまあランキング順にねひらがなのルをまあこう書く感じで、ロシア、カナダ、アメリカ、中国、ブラジル、オーストラリア、インド、アルゼンチンとね、ちょっと無理がある気もしますけど、まあこうやって覚えておくといいんじゃないかなと思います。じゃあ続いて人口の多い国ランキングですね。上位10カ国見るとこんな感じ。中国、インド、アメリカ、インドネシア、パキスタン、ブラジル、ナイジェリア、バングラデシュ、ロシア、日本ということですね。日本がねギリギリ10位に入ってきました。でまあこうやってランキングを見てみるとやっぱりアジアの国が多いんですね。この10カ国のうちアジアに位置しているのはこれだけあります。10分の6がアジアということですね。ぜひ知っておいてほしいのはアジア、それからアフリカで今人口が急激に増えています。特にね2018年現在の数字ですが、1位の中国が約14億人、2位のインドも13億5000万人ぐらいいます。でインドの人口がね今急激に増えていますから、いずれ1位がインド、2位が中国になるだろうというふうに言われていますが、この上位2カ国ね中国とインドでまあ相当の人口なんだということを知っておくといいでしょう。それから10位の我が国日本ですね。日本の人口は現在約1億2000万人というふうに知っておけばいいでしょう。そしてこの日本は世界的には珍しく人口が減り続けている国なんですね。日本は
人口減少中です。11位がね、メキシコという国なんですけども、いずれメキシコに抜かれて11位になるだろうという、こういう予測になっています。人口に関してはね、詳しくは概要欄に参考となる動画を載せておくので、興味のある人はぜひ見てみてください。じゃあ本題に戻りましょう。この10カ国のうち新たに出てきた4つの国を順番に確認していきましょうね。場所は順番にね、インドネシア、たくさんの島からなっている国ですね。それからパキスタン、インドの西側です。それがナイジェリア、アフリカのここにあります。そしてバングラデシュ、今度はねインドの東側ですね。こういうような位置関係になっています。はい、じゃあ次 G7 ですね。これまあランキングというよりは、よくニュースで出てくる言葉、グループオブセブン、7カ国のまあグループという意味ですね。主要先進国とか、あるいは先進主要国なんていう風に言ったりします。技術が非常に進んでいる、経済的にも大きな力を持っている国のことを先進国という風に言ったりします。でその先進国の中でも、非常に力を持っている国とされる7つの国ですね。これを G7 というふうに言ったりします。じゃあその7つの国どこかというと、こちらフランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダということですね。順番はね、特に気にしなくて良いです。で、この7カ国のうちアメリカとカナダはもう出てきましたね。2つともね、北アメリカと言われる地域に属している国です。それから我が国日本があって、残りの4つの国は全てヨーロッパということですね。ヨーロッパ、やっぱりね、技術が進んでいる、非常に発達を遂げている、そういう国々が多かったりするわけですね。じゃあ今回出てきた4つの国を順番に見ていきましょう。フランスがここ、そしてイギリスがここ、ウサギのようなね形をしている、そういう島国ですね。それがドイツ、そしてイタリア、イタリアなんか長靴のような形をしてますね。この4カ国、どれも有名ですから、位置をね、しっかりと間違えないように覚えておきましょう。はい、じゃあ続いてのランキングは、日本の貿易相手国です。要は日本と経済的につながりが強い国はどこなのかと、これを見ていこうと思います。で、貿易ですからね、輸出と輸入とね、それぞれ見ていこうと思います。まず日本がどういう国に輸出をしているのかというランキング、上位10カ国がこちらです。中国、アメリカ、韓国、台湾、香港、タイ、シンガポール、ドイツ、オーストラリア、ベトナムという順番になっています。やっぱりね、経済的に非常につながりのあるアメリカが上位にランクインしていますし、アメリカ以外にもやっぱり地理的にね、距離がもう単純に近い、距離が近い国と貿易が多く行われている、つまりアジアの国々、こういう国や地域が入ってきているかなと思います。続いて輸入相手国もランキングを見ておきましょう。輸入相手国の特徴も基本的には同じですね。経済的なつながりがあるアメリカの他に、やっぱり地理的に距離が近いアジアの国々が多くランキングに入ってきているわけです。一つ特徴的なのは西アジアの国々ということで、サウジアラビアとかアラブ首長国連邦、通称 UAE なんていうふうにね言ったりしますが、この2カ国が入ってきているかなというところですね。この2カ国がなぜ入ってきているかというと、石油です。やっぱりね、経済的に活動する工業を行っていくためにはエネルギー資源が必要ということで、石油がねどうしても必要不可欠なわけですが、日本は資源に乏しい国ということで、石油はね国内で取ることができませんということで、石油がたくさん取れる国から石油を輸入しているということになります。新たに出てきた6個の国の位置を確認しておきます。6個の国、順番に行きましょう。韓国、日本のお隣ですね。それからタイ、シンガポール、シンガポールちょっと小さくて見づらいですね。少し拡大をします。マレー半島という半島があって、その一番南側ですね、ここに位置している、ギリギリね赤道より北側に位置しているのがシンガポールという国です。それからベトナム、そして西アジアの国ですね、サウジアラビアとアラブ首長国連邦と、この6カ国の位置というのも大事ですから覚えておきましょう。ということで、まず前半部分ですね、22の国について触れてきました。この20個ほどのね国はもうよく出てきますし、ニュースでもこの名前頻繁に登場しますから、しっかりとね国の名前そして位置完璧に言えるようにしておきましょう。ではここから後半です。残り約40の国をね地域別に一気に確認していきます。はい、まず北アメリカ州見ていきましょう。すでにね前半で紹介したアメリカ合衆国、そしてカナダはグレーに塗りつぶしてありますが、非常に大事な国ですからね、これはこれで覚えておきましょう。そして新たに知っておきたいのがこれ、メキシコとキューバというこの2カ国ぐらいね知っておけばいいかなというふうに思います。それぞれ位置はねメキシコそしてキューバと、この2カ国ですね。北アメリカ
面についてはこの2つを押さえておけばいいんじゃないかと思います。では続いて南アメリカ州、南米なんていう風に言われる地域ですね。ブラジルとアルゼンチンの2カ国はすでに紹介しました。残り知っておきたい国ということで、これちょっと多いですけどね、5つ知っておきましょう。順番に位置を確認していくと、チリ、ペルー、エクアドル、コロンビア、ベネズエラと、このような位置関係になっています。簡単にね、紹介もしておきます。チリはまず何といっても形が特徴的ですね。非常に細長い形をしています。それがその北ペルー、日本とね、つながりが深い国としても知られています。このね、南アメリカ南米というのは日本人の移民が多く存在します。このペルーの他にブラジル、それからアルゼンチンもね、多くの日本人の移民がいると。それがその北エクアドル、ちょっとちっちゃい国ですけど、このエクアドルをね、ちょうど赤道が通っている。このエクアドルという言葉はね、赤道という意味だったりするわけです。それがその北コロンビア、ブラジルと並んでコーヒーが非常に有名ですね。ただね、覚えてる人は覚えてるかもしれませんね。サッカーのワールドカップではね、コロンビアと戦ったりもしたということで、結構名前は知られていたりするかなと思います。そして5つ目、ベネズエラですね。このベネズエラはね、石油が取れる国として知られています。非常に簡単ですが、こういった特徴を知っておくといいんじゃないでしょうか。さて続いてアジア州です。アジア州広い範囲を占めているというのとね、日本とも距離が近いということで、ちょっと国の数は多め。ここでは12の国を紹介していきます。まず国のリストはこちら。たくさんありますけどね、順番に確認していきましょう。まずアジアというのはね、広いのでより細かく分類されるんですけど、東アジア、日本もここに属しています。東アジアから2カ国ですね。北朝鮮とモンゴル。まず北朝鮮、正確には朝鮮民主主義人民共和国というふうに言います。漢字が多くてね、間違いやすい。北朝鮮というふうに呼んでいますけど、正確には北という文字が入ってないですからね。よくね、北朝鮮民主主義人民共和国なんていうふうに書く人がいるんですけど、書き間違えないように気をつけてください。それから内陸部にモンゴルですね。東アジアではこの2カ国を知っておきましょう。続いて東南アジアです。東南アジアから5つですね。ミャンマー、ラオス、カンボジア、マレーシア、フィリピンと、このような位置関係です。中でもね、マレーシアとかフィリピンはね、観光とかあるいは仕事で行くという人もね、近年増えているかなというふうに思います。非常に有名な国ですから知っておきましょう。それから続いて西アジアと言われる地域4カ国見ていきます。順番にイラン、イラク、トルコ、イスラエルと、そしてラスト1個、これは中央アジアという地域があります。あまりね、入試とかだと中央アジアというのは取り扱われないことが多いんですけど、一つカザフスタンという国ね、比較的面積も大きいですから、国の名前ぐらいは知っておくといいんじゃないでしょうか。それから続いてヨーロッパ州、ヨーロッパからも12の国をリストに挙げました。こちらです。順番に見ていきましょう。ヨーロッパはね、一個一個の国の面積が小さめということで、場所を間違って覚えやすいですから、しっかりと位置関係もね、確認してほしいなと思います。順番に行きます。まず南ヨーロッパ、ヨーロッパの南の方から3カ国ということで、ポルトガル、スペイン、そしてギリシャですね。ポルトガル、スペイン、個人的にはね、サッカーが非常に盛んな国としてどちらもよく見ますけどね。それから次、ヨーロッパの西側、西ヨーロッパから4カ国ですね。順番にオランダ、ベルギー、オーストリア、そしてスイスですね。オランダ、ベルギーあたりはね、土地が低いところにあるというふうに知られています。なかなかね、農作物が育ちにくかったりするので、その代わりに酪農などがね、オランダでは特に盛んかなというふうに思います。それが次、今度は東ヨーロッパ、東欧と言われる地域ですね。知っておきたい国いくつかあるわけですが、ここでは2つ扱いましたということで、ポーランドとウクライナですね。ポーランドなんかね、歴史の勉強していると時折出てくる国ですし、ウクライナかつてね、ソ連、ソビエト連邦という国の一部でしたが、それから独立をしてね、ウクライナがあります。それが続いて今度は北ヨーロッパ、北欧なんていう風に言われたりする場所ですね。西から順番にね、ノルウェー、スウェーデン、フィンランドと、このような位置関係ですね。ヨーロッパの12の国、一個一個の国の形などもね、気をつけて覚えてみてください。それから続いてアフリカです。前半紹介したナイジェリアの他に、ここでは6個の国を紹介しておきます。順番に見ていきましょう。アルジェリア、これね、ナイジェリアとアルジェリア結構間違いやすいんです。ナイジェリアは南、ギニア湾に面している。
アルジェリアは北ですね、アルジェリア、それからエジプト、古代文明もね、栄えるエジプト、それから南アフリカ共和国、アフリカ大陸の南側、かつてね、非常に極端な人種隔離政策などが取られていた国としても知られています。それからギニア湾に面している国としてコートジボワールとガーナ、チョコレートの原料となるカカオ豆の生産が盛んな国ですね。そしてエチオピア、エチオピアはね、コーヒー豆の生産が盛んです。コーヒー発祥の地としてもね、知られているエチオピアですね。ということでこの6つの国、アフリカの国として覚えておくようにしましょう。そして最後オセアニア州ですね。オーストラリア大陸と、その周辺の島々を含めてオセアニア州というふうに呼びます。前半紹介したオーストラリアの他に、ここでは一つニュージーランドという国ですね。場所はここです。オーストラリアの東側、島国なわけですね。ニュージーランドはね、酪農とかあるいは牧畜、主に牛ですよね。牛肉ね、ニュージーランド産の牛肉とかオーストラリア産の牛肉ってね、結構日本にもね多く輸入されていたりしますし、牛の他に羊ですね。羊の毛、羊毛などもね日本に多く入ってきていますから、牛と羊、このあたりをね知っておくといいんじゃないかと思います。はい、ということでね、一気に60の国を一つの動画で見ていきました。今回見てきた国々ね、印をつけるとこのような形になります。世界地図だいぶね色が塗られましたね。だいぶ色が塗られたんですけども、国の数としてはまだ全体のだいたい3分の1から4分の1ぐらいということで、まだまだね、世界には様々な国や地域があるわけですね。こうやって見てもね、やっぱりアフリカとか、アジアの西部ですね、西アジアとかね、中央アジアとか、このあたりは、色が塗られてない国が多いかなというふうに思います。今回、この60の国というのを見てきましたが、まずはねやっぱりどれも、それなりに特徴のある、地位の勉強しているとよく出てくる国だと思いますから、しっかりと名前を覚えておく、そしてこの60以外の国もね、今回動画に登場しなかったから大事じゃないということではないですからね、地位の勉強していると、いろんな国とか地域の名前、場合によっては都市名、首都名も出てきますよね。勉強している中でそういったものが出てきたら、もう一個一個ね地図帳を使って場所を調べ一つ一つ頭の中にインプットしていくように心がけてみてください。国名、首都名、国の位置、形、覚えるのね大変かなというふうに思います。少しでもね参考になればということで動画で紹介してみました。ぜひ地位の勉強、こういったものを使いながら頑張って進めてほしいなというふうに思います。